クマムシ、あったかいんだからの人じゃないよ。もうあの人冷めたでしょ、もう見ないじゃん。だって富山にいるんだ、あったかい人。 CD 出してから消えた。でもさ、一発でも当たるのすごいけどね。当たんない人のがほとんどなんだから、どの世界も。当たるだけでもすごいけどね。好きだし俺、あったかいんだからみたいな、ああいうシュールなの好き。ダメよダメダメも消えたなっていうね。消えたな、まあ、消えた芸人の話したらね、もう朝になっちゃうけどね。消えた配信者の話してもね、まあでもやってるけど、消えてそうなやつよりかはちゃんと消えた方がまだいいよね。去り際がちゃんとしてて、うん、やってんのに消えたよねって言われるのは本当にショックやんか。本当にショックよそれ。ちゃんと消えてんだったらまだいいじゃん。過去の人としてちゃんといじられたりとか、まあ配信者によってはさ、トークネタになったりするじゃん。だけどなんかやってんのに、なんかさ、知られてなかったり消えたよねって言われるの結構ショックじゃない。で、あいつらに限ってプライド高くてまだいけると思ってんだよね。いや無理じゃん。だってどれぐらい無理かっていうと、うちの2階のベランダのカレーライス食うぐらい無理よ。その人たちはもうまだ売れると思ってるかもしれないけど、さすがにしつこいよね。もうね、もう諦めなさいっていうね、無理でしょっていう。もう何年もやっても何年もやっても何年もやっても花咲かないな。もう腐ってるね。もう根腐れしてんのよ。水あげすぎたの。そう。いや、いいよ。それ頑張る気持ちは認めよう。素晴らしいかもしれないが、人生一度きりなんだから他のこともやろう。もう、さすがに。まだ配信一本とか言ってるけど、ねえ、ダメだ、根腐れしてんだからもう。咲かないで。それお前、え、俺わかんなのこれ。嘘？それお前なって何？俺諦めた方がいいの？なんで？俺も終わってんの俺。それお前なってどういうこと？え？え？俺全然そんなこと思ってなかった。俺まだまだいけると思ってたんだけど。え、俺もうダメなの俺。え？何が？なんで？うん。え、ノリに乗ってるでしょ、ほんと。うん。ノリに乗ってるでしょ。ねえ、深海魚のあのバラムツぐらい油乗ってるよ、俺。トロよりうまいって言われてんだから、あれ。うまいし、実際。YouTube 伸びてるでしょ、十分に。え？意味がわからない。女。この水にゃんみたいに YouTube のチャンネル人数減ってくやつもいるのにさ、少しずつ増えてんだから、伸びてないわ、ちょっとそれ無理あるでしょ。なあ、頑張ってるでしょ。だってさ、ちょっと待って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 、音楽止めます。ちゃんと話聞いてほしいから音楽止めます。はい。あのさ、座れ、携帯持て、ロゴってるやつも、画面に指添えろ。なあ。まあ、座れよ、お前、そこに。なあ。まず、携帯持って。指添えて。みんな書けるようにして。ねえ。ひどくないよ、なんか。ニコチを見てさ、なんか変な武器持ってんの？調子乗ってない？なんか。あ、こういうのいけるんだ、みたいな。あの、画面、流れる画面の、ねえ、あの、画面の流れるコメント見て。ねえ。調子乗ってない？あのさ、待って。なんか、売れてないとか、オワコンとか、もう終わりとかね、伸びてないとか、いろいろ言いますけど、ちょ、待ってくださいよ。あのさ、売れるための配信をやってて、売れるための配信者で、そういうネタでやってて伸びてないんだったら、まあ、みんなにきつく言われても仕方がないかもしれない。うん、それはね、狙ってんだったらね、でも待って、うちの配信の内容見てみて。誰が見ますか？のり散歩とか行ってね、おっさんがプラプラ歩いて、餌を食べて、ホタルイカだって言ってホタルイカ取れなくて、誰が見ます？これ。ね、家雑だって言って若い子がついていけないようなスーパーファミコンの話して、ね、誰が見ます？これ。ね、今日は何をやってるのかなって見に行ったら悪口ばっかりしか言ってなくて、誰が見ます？俺は人に見られるようなことをしてるんですか？じゃあ俺は配信で。お前らしか見ないような配信しかしてないよ。それは。そんな内容で、こんだけ人が集まってて、ね、おわこ？ふざけんじゃねえよ、マジで。じゃあ、俺と同じことをして、じゃあ同じようになれるのか、他のやつは、じゃあ。なあ、みんな見てみろよ、じゃあ他のツイキャス。なあ、え？リスナーに目線を合わせて、リスナーの見たいことをやって、名シップでファンを囲って、ファンが配信者を囲ってんじゃねえよ。ファンを配信者が囲ってんだよ、いつもありがとうございます、みたいな。そうやってみんなやってる中で、うちを見てみろ。聞いてるじゃねえんだよ。話を聞けっつってんだよ。聞いてる、逆に。こっちの方嫌の方。嫌だよ、こっちの話聞かなかったら。ねえ。よう、内容見てくださいよ。ねえ。しゃーないやろ、そんなの。来る人がいる分出てくんだよ、みんな。コンビニみたいなもんだよ、お前。ファーフォン、ファーフォン、ファーフォン、ファーフォンって、お前。ねえ。ふざけんじゃないよ。100人入ったら100人出ていく。100人入ったら100人出ていく。ずっと繰り返してんだよ、これ。あ？
でもしょうがないよ、そんなの。分かってたよ、自分でその人がたまらないことは。なあ、変なやつばっかたぶろりやがって。十分仲間いっぱいいるだろ、お前、横のやつ。なあ、何今日金魚みたいな顔って、どういう顔やろ、お前それ。金魚みたいな顔の意味が分かんない。言われるあれはないですよ。指が釣り出した。そんな書いてないじゃん。指が釣り出したって。待って。小指、指が釣り出した ?43 回。あ、まあまあ書いてるわ。まあまあ書いてるわ。確かに。43回も書いとったら指釣るね。あ、でも、すごいと思う。ずっと米かけるの。それは俺にはできない。俺にできなくて、お前らしかできないことの一つ。あげるなら確かにそうだ。コメントを書き続けるのは、多分リスナーにしかできない。俺ら配信者は、人の配信でもそうだけど、ずっと見続けて、ずっとコメント書き続けること多分できないし、そんなやつ見たことないでしょ?多分それね、リスナーの専売特許なんですよ。リスナーという人たちじゃないとできないと思う。俺できないもんだって。うん。俺もだって人の配信見るけど、ずっとは書かないもん。だって俺最近書いてるコメントって、樋口兄貴が TikTok ライブやってる時に、兄貴おはようございますしか書いてないもん、俺。ツイキャスも多分コメント書いてないもんね、人の配信見てもね。だからね、書き続けるってすごいよな。で、もっとすごいのがさ、つまんない配信でずっとコメント書けたらすごいね。はい。俺、救ってあげたいもん。もっと面白い配信あるよって。別にうちじゃなくてもいいから、ちょっとやめなよ、そこを見るのって。ねえ、つまんであげたいもん。いや、ちょっと、待ってみたら。わかんないよね。でもその、人の舌も人の耳も、それぞれありますからね。そこが好きな人もいるからね。そう、でもそれずっと首かしげてんだよな。で、しかも、そういう人って X とかで、もうほんと、面白いです、大好きです、とかまで書いてんの。はぁー、と思って追いかけてんだ、と思ってさ、俺も良くないよね。あと、自分が面白いと思うもの以外全部否定するからね。こうやって放送でさ、人それぞれありますよね、とか言ってるけど、全くリアルは思ってないっていう。俺が面白いが正義としか思ってないから、俺がつまんねえと思う配信者は絶対につまんないって。ねえ、絶対と、一応はフォローしてるんですよね、一応ね。人それぞれですよね。人、面白いってそれぞれありますよね、とか言ってんだけど、でもなんだかんだ、俺が思んないと思ったやつは一生思んないもん。一生思んない、本当に。ねえ。良くないよな。こんな先輩良くないよな。本当良くないよな。うん。なんか元気出るもん、俺、そういうやつ見ると。いや、俺ね、つまんないやつ好きなのよ。面白いとかじゃなくて好きなの。好きではある。確かに。見るもん。確かにね、俺見に行くもんね。その、不器用な感じが、その、生主の時の俺を見てるようで。うん。俺、面白いやつ見ないんだよね。ムカつくから。そう。面白いやつ見ないです。情報収集程度で見るけど、面白いやつ嫌いなんだよね。なんか、俺ら面白いことやってるやつとか、なんか、面白い配信してるやつとか、嫌いなんだよね。じゃあ、ツイキャス見ないじゃん。ツイキャスはいっぱい見れるよ、だって。ツイキャスはいっぱい見れますよ。他のサイトは見れない配信あるけど、ツイキャスは基本見れるもん。悪いわ!そりゃお前が悪い!俺が悪いわけじゃない!絶対俺がこういうこと分かっててお前言ったよな!それはお前が性格悪いよ!だって俺の会社はもう見えとってんの、お前。見聞色の覇気で。片栗じゃないけど、シャンクスじゃないけど、俺がこういう未来は見えとってよな。それでわざと誘導でコメント書いて、それはお前が性格悪いわ。乗ってやったけど、絶対分かってたはず。それは。うん、それはあんたがやってる。うん、それは良くない。よくやったしねえんだよ。俺にこんなこと言わせんな。お前やめろな、こういうことだけ切り抜くの、お前。俺が本当に言ってるみたいなんだろうか、お前。僕も頑張りますんで、別に売れてるわけじゃありませんので、上には上がたっぷりいますからね。はい。自分の面白いが世界に届けばいいなとは思ってるんですけど、まあ、なかなか難しいかなと思いますけどね。ちょっとね、癖がありすぎるので。だけどまあ、一人でも多くの人が見たら嬉しいのは当然のことですからね。増えたらいいなとはもちろん思ってますよ。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。